久保さん。まあ、あのですね。まあ、弟子と、弟子との出会いはもう8年以上前なんで、まあ、8年かかりですね。<laughs> でも逆に8年前、まあ、久保さんもそうですよね。久保さんももう8年前ぐらいになるんですけど、未だにこのやりとりがあるっていうのはすごいですよね。で、8年前の、まあ、2年間か1年半ぐらい、まあ、弟子でやってたんですけど、まあ、今回、そのね、また遊びに来てくれて、 まあいろいろ話してたんですけども、まあ彼はね、東京に住んでますけども、うん、まあ港区、港区、あ、ちょっと港区、ちょっとタイトル考えておきます。まあ要はね、まあ東京港区に住んでる IT 系の情報系の人たちはね、もうあの、嫌ですと。<laughs> オラオラ系嫌ですみたいな。 だからまあ、一切その会ってないし、一切付き合ってないって言ってましたね。まあ会わないっていう。うん。だからその、久保さんも言ってましたけど、ね、立つっていうのがね、すごく大事なんですよ。立つっていう。これがね、なかなかできないですね。もう、その、得るより立つ方が難しいんですよ。うん。得るより立つ方が難しいっていう。だからね、この立つっていうのを遮断する。 うんだから逆に言うとなんでいまだにねその東京からこう遊びによ来てくれるのかっていうとやっぱその立ってるわけですよで、まあ、少なくてもねあのなんだその当時うん、まあ、弟子として、まあ、いろんなことを僕から教わって、まあ、本物というかね、まあ、何,か何かしら感じてくれたし、まあ、少なくても本当にあれがなかったら今の彼の人生は絶対ないと言い切れるんで。 何かしらその人生にすげえインパクトですよね。与えることができて。まあさ,さらに言うと、その後ね、別にずっと8年一緒にいる,いるわけじゃないですよ。もうほんと8年前の1、2年ですよ。一緒に濃い時間を過ごしたのでね、そっからいろんな出会いも彼はあったわけですよね。うん。だけどいろんな出会いを交差する中で、あ、この人ちゃうなと。この人ちゃうなと。 やっぱ吉谷さんだなみたいな。って思わなければまあ来ないでしょ鹿児島までわざわざうんだからまあうーん彼がも,もしいろんな人と交差する中でその港区の,そのオラオラ系ですよねなんかそのキャバクラでキャバクラでうわー お金うわーなんかやってる人たちにもまれてそっちに行ってたらまあ絶対こ鹿児島には来ないですねうん逆にその立ってるからこそまだ僕とつながってるっていうそうだ立つっていうのはねすげえ大事ですねうんだ僕も鹿児島に来てよかったなと思うのがやっぱその東京の、うん、関わりを一切、えー、なんだ排除した まあこれ、与ザーさんも言ってますけどね。海外行ってよかったみたいな、うん。本当にそうで、あの、環境、環境って大事だなと思いまして、ね。環境。まあでもね、まあ、久保さんの言う通り、今スマホでいろいろ見れるので、別にね、離れたとしてもスマホでいろんな情報見れるわけじゃないですか。 うんだからまあ環境まあでもそのスマホをいつでもそう見ちゃうっていう状況を作るって作ってるのもまあ自分じゃ自分なんでだ僕とか久保さんの場合は発信の方が多いので多分ね見てるよりか僕なんか1秒見たら10秒はまあなんだ1秒でも30分話せるしなんかその基準が違うのでまあまあやってる時間の方が長いかなっていう。 うん、なんか見てるよりやってるっていう、うん。まあ、ほとんどの人は、なんか、お金をね、稼ぐ方法がわからないから、いろんな情報探してると思いますし、まあ、いろんなメルマガですよね。まあ、ありとあらゆるいろんなメルマガに無料だからってって登録してて、浴びるように毎日メール,メール来るだろうし、毎日ラインアウト来るだろうし、僕なんかね、一切来ないですね。だって登録してないんだもん。<laughs> そう、登録してないから来ないですよね。 うん、だからやるべきことがまあ明確になりますよね。情報がないから。だからある一定の情報は必要ですよ。ある一定の情報は必要なんだけど、それ以上はいらないってことですね。だからそれでうまくいった後また次の情報を探せばいいわけなので、まず目先のね、この目の前の問題も解決できないのに、こっちの情報はいらないんですよ。うん 例えばあの弟子との対談で弟子がね100億円なんかフランチャイズちょっと作りたいですみたいな世界です100億ですみたいな話をちょっとしてたんですけどでも当時ね8年前弟子でねこう右も左も分かんない時はその100億円なんて話もねしてないし知らないし目の前のネットでどう稼ぐかっていうところだったわけですよ。 でもそれもステップアップしてってじゃあまた新しい情報ですよねなんかみんななんかね新しい情報好きでなんか情報が好きっていうただただそれだけみたいななんか <laughs> 目の前の解決する情報だけあれ,ああればよくてそして解決するそして次のステージに行くじゃ次のステージになった時に必要なものを手に入れるっていうなんか例えば車を組み立てるならば、うん、自分が今軽自動車がぶっ壊れました ね、今、軽自動車乗ってます。で、ぶっ壊れました。じゃあ、GTR の部品必要ですか <laughs> 軽自動車乗ってます。じゃあ、僕の GTR の部品必要ですか必要じゃないですよね。必要なのは、その軽自動車のその車種のね、部品じゃないですか。だから、これを集めればいいんですよ。で、これを集めて組み立てればいいんですよ。だけど、なんか GTR の部品だったりとか、フェラーリの部品だったりとか、ポルシェの部品だとか、なんかいろいろ仕入れるわけですよね。 いや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 、今、今自分が壊れてる自動車、軽自動車のなんだ、あの、の車種何にしましょうか軽自動車。軽自動車、ワゴンるワゴンるワゴン R が壊れてるんだから、ワゴン R の部品が必要なんですよ。それ以外の部品必要ないんですよ。逆に言うとその、その部品仕入れたとしても使えないんですよね。使えないですよね。 これダッシュボード入らねえぞみたいなね。それはワゴンワールに設計されたダッシュボード入れないとね、無理ですよね。うん。そう。だからまあそういうことですよ。いってらっしゃい。